どうもどうも、今回もザクザクアクターズをやっていくぞ。前回、召喚士3人娘と一緒に魔法使いの塔を登って報酬の世界最強の武器をいただこうぜってところでしたね。ルフレさんを軸にした敏捷パーティーでやってやるぜ。召喚士組の出番は多分ない。はい、お待たせしやした。行こうぜ行こうぜ。看板にセーブを勧められた。さっきしておいたんで大丈夫っす。あら、すまん。話しかける暇なくエステルさんが突入しちゃって。今回のエステルさん、笑顔で傍若無人すぎる。謝られると怒りが持続しないタイプのロボだ。ほんと感情豊かね君。初級コースとかもあるんだ。挑戦者の強さに合わせてくれんのかな。初級コースクリアで世界最強の武器がもらえてええんかとも思うが、お、試練はボスラッシュ形式なんだ。話が早くて助かるね。死なないように見張ってくれてるの優しい。どんだけ強いのやら。バイオ巨大カメ、ワードの強さがすごい。すごく水属性攻撃をしてきそう。水耐性キャラあんまおらんぞ。とりあえず敵の仏棒と敏捷下げつき TP 貯めるべ。踏みつぶされて2400ダメージ。あんまり強くないな。何、背中のハッチから艦載機が出撃。お前母艦だったのか。あからさまに強敵に弱そうなのでルフレさんの出番だ。おわぁ、艦載機の方が母艦の100万倍強いのですが。まあそんなもんか。くっ、瀕死であればあるほど強いユズハさん。完璧な HP 状態なのに麻痺だから動けなくて畜生。キュアスペシャルやってやるか。死体が3つになったし、ユズハさんの全体蘇生やってみるか。おお、11400で蘇生。いいね。瀕死のユズハさん、火力出すより全体蘇生役の方が向いてるのでは。むむ、また艦載機出撃か。蘇生で手間取ったせいもあるけど、艦載機がいなくなったら再出撃の説もあるな。今度は1機残したままにしてみるか。艦載機を放置して本体を殴り中。
追加で出撃してきた艦載機が画面に入れる枠2枠だけじゃないんかい。4枠はあるな。これこのままだとさすがに死ぬので、奇跡の香りで防御 1.5 倍にしてる間に倒しきってくれ。2回行動クラマくんのおかげでなんとかなったぜ。よかった。その後はノーフューチャーを付与してみんなでボコボコじゃい。あ、3300G を盗んだ。バイオ巨大カメもお小遣いは持ってるんですね。10年ぶりの勝利。長いことやってるんですな。この世界エンドコンテンツが多い世界だな。次は13回。だいぶ飛ばしたな。上級コースはスキップできるんかね。普通にやる気だった。ロボットくん、なんか投げやりじゃない？まあ、でも試練なんでて。弾丸1号くんか、弾丸この野郎ってこと？になってるんすか？ボスラッシュなら楽できると思ったのにな。絶対にこっちはエレベーターやん。こっちを使わせてくれよ。しょうがない。 FF7 の死んだビル張りに階段を登りまくりますか。 FF7 リメイクでもクソ長い階段あって偉いってなったね。この敵口がでかすぎない。コロコロ世界観の存在だな。今回はデイリッチ抜きの編成にしてみてるんで、初手全体睡眠がないから雑魚戦がめっちゃ痛いっすね。いなくなってから気づく国王の偉大さよ。じゃあ黙々と登ります。エステルさん元気だな。階段登ってるだけなのにご機嫌でいられるのすごすぎる。食い物が出てくる自販機好き。うどん自販機とか。
こんにゃく麺か健康志向、私の嫌いなやつ、私豆腐を頑張って肉っぽくしましたみたいなのは好きだけど、こんにゃく麺とか春雨ラーメンとか直球なのは嫌いだな。ごまかしてほしい。実際に買えるのかしら。 300GP か、買ってみよう。缶詰のラーメンが落ちてきた。全然想像できんな。 HP と MP が5割回復。そんなに美味しくないけど具沢山。別に普通だな。うずしおねちゃんの冷やし中華弁当でいいかな。で、気になったんでググったら本当にあったんすね、こんにゃく麺のラーメン自動販売機。2000年代後半にあったらしいけど、マジで1ミリも知らんかった。麺が伸びないように長期保存できるこんにゃく麺を採用したものの、麺自体はそんなに美味しくなかったって記述も見かけました。具はメンマと豚肉。まあ知ってたとしても食わなかったろうな。あ、さすがにもう道中はカットしちゃいます。子供は元気だな。私が13階まで登ったら腰が心配になっちゃうだろうな。ローズマリーもまあまあ元気だな。家出してからデイリッチと長旅してた経験で足腰強そう。初級コースならエレベーターで1回ずつってのもちょっとおかしいか。召喚士組のじゃれ合い助かる。といったところで今回はこの辺で。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。